お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュラレットくんですけど、今日はですね、シーズンリセット直後おすすめデッキトップ5ね、やっていきたいと思います。まあ、シーズンね、終わりました。お疲れ様でした。で、今シーズンはなんとロングシーズンになるので、しかもね、ロングじゃなくて前期上位が8600出たんですよ。だから今期ね、9000がね、出る可能性があります。というのは、皆さんもちょっと9000目指して頑張っていただきたいんですが、まあ前シーズンね、世界1位がエレジャイでした。エレジャイだったり、あとはラバーがちょっといたり、ロイも多かったりみたいなところを参考に、マルチ上位はできるだけ参考におすすめデッキ5つ今日やっていきます。で、僕のね、結果としては前世で121位ですね。いや、これ最後まで分回したんですけど、なんかよくね、もういつもこの辺、いつもこの辺なのよ。僕3桁手前か2桁後半かみたいな、いつもこの辺で、ちょっとね、変わらずでしたね。ちょっとなかなか勝てず苦しいシーズンでした。もうずっとマルチね、ブッパーしてたんですけど上がりませんでしたね。今期で、まあ自分の最多トロも更新しつつ、ベストもちょっと目指しつつ頑張りたいなと思います。では早速いきます。第5位から、こちら第5位ね、ロイジャイですね。はい。ロイもね、まあこれはずっと強い。安定してずっと強いので、もうおすすめなんですけど、あとはね、いろんな型を組めますね。別に中身なんでもいいです。このファイボの枠がね、ライトニングだったり、ウッドの枠が、ローリングバーバリアン、ロリババでもよかったり、あとこのエレスピの枠もね、ファイスピだったり、あとはゴブリンの檻だと、より陸受けがね、強くなって、陸に強くなったり、あとはマザーネクロがエレキだったり、本当はいろんな方があるんですよね。まあ、なのでそこはちょっと好みでね、いろいろユニレベとか相談してもらって変えてもらえればいいかなと思います。僕ちょっとこの方が気に入ってるので、これでやっていきたいと思います。さあ、よろしく。いや、まあこのロイというか、もうロイ自体がまあ多かったですね、前シーズンは特に。なんか高回転のゴブドリ用に、その高回転対策でエレスピにして、より高回転度をね、上げてるみたいな、そんなイメージ持ってもらえればいいかな。あとはエレスピだと、まあ回転が速くなるので、基本的に何にでもね、万能に戦いやすくなったりだとか、まあ、あとはコウモリとか、まあ、ダクネを、ファイブウッドで処理して、コウモリ流れてくるのをエレキで、エレスピでね、全部処理とか、まあ、そんな感じかな。まあ、使い勝手はいいですよね。まあでも陸受けがね、気持ち薄くなるっていうので、もう檻だとね、先に置いてから待てるみたいな、そういった特徴があります。まあそこは好みでお願いします。で、今回の相手はサンシーですね。エリポンサンシーは、まあ、あんまいないよね。あんまいないよね。で、相手ちょっと回転早いので、2周目のね、エリポン、ここでね、ポンと置かれた時に、ファイボを打てないのがね、ちょっと怖くなってくる。さあ、相手が言うの出して、エリポン来ると思うんだけどな。さあ、来ます。まあこれは多分ちょっとずっとこんな感じでね、イチャコラしていって、まあ2倍タイムからが本番で、対戦相手によってかっていうか、この30戦は特になんですけど、ロイジャイを出したら負けると思ってください。というのも、やっぱロイジャイメタのエリババがあるんですよ、対戦相手は。だからロイを今ここ出すと、もうエリババで守られてカウンター食らってグッドゲーム GG ってなるので、僕は、ずっとロイを出しません。てか、ロイジャイデッキの強みはそこなんですよね。ロイを出さなくても、この周りである程度戦える。だから、ロイを出さずに出さずに戦って、我慢してからの、最後にユニットがね、めちゃくちゃ固まった時だけ、ロイ飛ばします。まあ、そんな感じかな。って言ってるんですけど、ここちょっとユニット固まってるのわかります？マザニクトリトン。なのでいきます。で、メガゴムを足してあげると、エリババとかボコボコにできる気がした。まあ、みたいな感じで、基本的にカウンターですね。相手のユニットを、こう、この辺でね、処理できるとでかい。で、まあ、ある程度、ダメージ、受けてあってんな。俺も受けてるものの、まあ、それぐらいのね、ダメージ与えれましたと。まあ、だから、基本的に、自分から攻めないですね。守ってカウンターで攻めるみたいな。ユニット溜まってたら、みたいな。で、これはまあ、5打てばいいと思うな。さあ。で、相手は三視展開と。低めですね。低めに受けてあげて、みたいな。これ、メガゴガとはね、足引っ張るんですね。僕のこのデッキ。さあ、ヒースピがちょっとだけ、こっちか。いや、いい豚。逆でしたね、ウッドが僕。まあ、こっちも守りながら。で、ここでね、ロイ行っても僕ユニットがいないので、またリババで守られてカウンターを受けるんですよ。だから、もう一回ここは我慢ですね。よいしょ。
もしここで相手がエリポンとか置いてきたら、さすがにぶっ破していいと思ったんですけど、まあさすがにそんなことはしてこないね。で、こうなったらもう5打っていいですね。序盤はね、三重心にエリポンあんま打たない方がいいですね。打ったところでみたいな。打ったところでエリポン置かれちゃうだけみたいな。そんな感じっすね。さあ、マザーネックに頑張ってもらわないと、陸儀がね、ちょっと足りないんでね。檻とかだとね、陸儀硬いんですけど。で、今は、エリババを抑えたから、ちょっと行きたいんですけど、まあ、行く流れではないよねっていう。さあ、三振。相手もね、低め三振にしちゃうと、その瞬間にね、よいしょ。僕がロイ出して、みたいな。多分そういうところを警戒してるのはちょっと高め三重視ですよね。さあ、これはちょっと美味しいんじゃないか。逆サイ言うのだけちょっと嫌ですけど。さあ、同サイド来る。同サイドに来るのはもう全部豚でね。さあ、マザーネクトリトンゲ。これ来ましたね。どっからどう見ても来ましたよね。このユニットの余り具合。で、相手はそれを警戒して、高め三重視と。さあ、こう5は打って、よいしょよいしょよいしょ。相手がね、ちょっと焦ってね、高めに出してきたところを美味しく回収してからのブッパタイム。で、エリババだよね。もう引っ張ってあげて。もうヒップ、トリトン三重視。オッケー、これは決まりましたね。よし、もう我慢がね、大事で、このロイはね、他のデッキにもなんですけど、もう我慢して我慢してっていうのが大事ですね。まあ、対戦相手によっては、ゴーレムとか、ゴーレ出された瞬間に逆サイロイ攻めて、その後からね、トリトンとマザーネクで対応するとかもあるんですけど、基本的に結構我慢が大事になってきますね。続きまして第4位、こちら、ラバルでございます。ラバもね、結構多かったですね。まあ、なんか、相性取れるデッキがやっぱあるので、まあ、上位マルチだね、よくこう、スナイプって言われる、まあ、対戦相手を狙ってね、相性いいデッキをぶつけて潜るみたいなのもよくね、まあ、使われるデッキでございます。まあ、ラブル自体、めちゃくちゃ強いんでね。で、形もこれがね、またいろいろありまして、スケがね、トリトン。で、ヤナアメがファイボ。まあ、そこほんとね、いろいろですね、人による。ファイボで使ってる人もいれば、トリトン使ってる人もいれば、あとは、インドラではなくてメガゴを使ってる人もいれば、みたいな、いろいろね、本当に、まあ、そこも自由だと思うんですけど、まあ、基本的にはこの方かな、と思います。で、ラバーね、初手ラバーしてください。しないと弱いぐらいです。本当に。ラバルはね、初手ラバがマジで強いの。まあ、ゴレと同じですね。初手ゴレ強いみたいな。で、ここに関しては、さすがにスケが欲しいよな。なぜ？初手ラバしたかったんですが、相手がね、こうユニット出してきたんで。スケがね、一番最後っていう。無駄にユニット出さないといけないっていうね。さあ、で、プリンスファイボーってなると、まあ、ジャイプリプリとか、なんかそんな感じですよね。で、ラバはね、ジャイプリちょっと嫌ですね。まあ、スケがいるから、なんとかなるか。まあ、ラバインドで、ジャイを溶かして、まあ、相手はエレキをね、当てたいと思うんですけど、インドラだから高めに出すとエレキでね、リセットされるの低めですね。そしたら相手はファイブかザップでしかね、リセットできないので、まあ、ほぼ確でリセットされません、これ。でも、エレキ届かないようになってるんですよね。で、僕はもうここで攻めます。スケ出したところで、みたいな。まあ、出しちゃおうか。で、リガーをね、エレキとかに飛ばせるとでかいよねっていう。まあ、相手一応防衛ファイブがあるのか。まあ、でもエレキさえ飛ばせれば OK。で、ここのインドラもね、残ってるみたいな。もう守れない時は、こっちも攻めちゃってください。そしたら相手もそれ守れないので、まあ、こんな感じで11になりますね。まあ、ジャイ、相手がジャイとかだと結構こういう感じに、ね、なりますね。で、これボンバー僕めっちゃ大事なんで、こういう突進とかもね、受けます。もうね、芝にします。コート上全部芝にして、サラチ対決ですね。もう2個ずつお互い取っていくって、最後ね、キングをどっちが取るか。ほんとそんな感じですね。相手これもうブッパですね。もうフル来ます。ジャイエレキまで来ます。まあ、そこをインドラとボンバーでね、守りたいよね。よいしょ。さあ、これはメガゴがインドラにね、殴らないように。よしよし。ここで、まあまあ痛いんですけどね。守ってあげて、さあバルーン。で、あれメガゴ当てたいよね。相手防衛ファイブもね、あるんでね。で、ボンバーでエレキをね、処理してあげて、さあさあさあ。お互いね、もうお互い止まんないんですよね。で、僕は今ちょっとリードしたので、ここもフル防衛ですよね。防衛だけ。で、最悪左側折れていいので、キングだけ折られないように。オッケーオッケー、こんな感じでね。キングだけ異常に警戒してあげて。
これ矢の雨打てば溶かすそうだな。オッケーオッケー。で、こうなったら、まあ大丈夫でしょっていう。まあ一応保険のボンバーぐらい出して。あと18秒なので、攻めてもいいんですけど、攻めたらワンチャン食らうんで、ガイもします。なんかこんな感じで、めちゃくちゃね、プリンスの突進とかも、受けれなかったら無理して受けないみたいな。後のことも考えてみたいな感じですね。本当に守らないですね。ラバーはもう攻めだけを考えてください。自分の攻めのことだけを考えればうまくいくようにできてます。そんなむずいですけどね。慣れがちょっとありますけど、個人的にめちゃくちゃ好きな戦術ですね。続いて第3位、こちらのねゴレダクネデッキでございます。すごいですね。進化してね、もうゴレダクネエリババランバーっていう超陸ぶっぱデッキなんですよ。で、まあ、これがね、その、前身でだとゴブドリがめちゃくちゃ流行ってて、ゴブドリデッキをね、もうフルで、もう全部無視して、力こそパワーって感じでね、もうぶっ破して勝つみたいな。でもこれでも結構使われてたんですよね。日本の方も使ってましたし、海外の人も使ってて、世界、ほんと10何位とか20何位とかにいるぐらい、強いらしいっす、これ。まあ、そんなわけで、ね、これもやっていきます。まあ、やっぱね、大型がね、ここ最近本当に強い。本当に笑えないぐらい強いんですよね。もう上位にめちゃくちゃいるので、もう初手ラバ、初手ゴレは当たり前だとね、思ってもらっていいと思いますね。これさ、ボンバーいるからさ、エリババ行きたくないみたいな。ボンバーエリババとか、ウィザードエリババって強いじゃないですか。このセット。範囲攻撃と単体攻撃のね、この組み合わせね。さあ、今回相手は、プリンセスロケイコール枯渇デッキかなと思います。まあ、ゴブリンバレルとかあるよね。これゴレ展開したいんですけど、僕はダクネがないんでね、一回メーカー後からゴブリンバレル飛んできたら美味しいななんて思いながら。さあ、で、僕、矢の雨結構ね、攻めに使うタイプの人間なので、基本的にこういうゴブリンバレル単品系、単体だけで来たのは、ユニットだけで守りたいよねっていう。さあ、で、ゴレダクネ組んでいきます。で、ここはケツゴレではなくて、ダクネからのゴーレムで、一応こうゴブリンバレルであったり、まあ、他の相手の何かユニット等ね、警戒しながら。さあ、ゴレダクネですね。相手はもう笑ってます。喜んでます。で、インフェ。まあ、インフェはね、ザップで一応突破できるものの、序盤はやっぱね、無理です。なんで、ほんと2倍タイム、3倍タイムまで我慢していきます。よいしょ。別にこれ、僕の攻めが通ってないですけど、相手のユニット、バルキリとかも処理できてますので、カウンターがまあ来ないわけなんですよ。まあ、っていうので、全然悪くないよね。序盤はほんと我慢ですね、我慢。さあ、メガゴ、出して。相手は、バレルか。まあ、プリンセスに穴埋め徹底かな。さあ、ああいうのも、ぶっちぎりこれ、ランバーだけで持っていけるんだよな。どうしようかな。エリババ行っとくか。暇だし。レイジ落ちるしね。しかも、ロケ打ちにくい。これ、隙読みザップ決めます。ほい。当たったけど、みたいな。そんなダメージは繋がらないと思いきや、バカ入るやん。バカ入るやん。さあ、ちょっとプリンにヤナム打てばよかったな。謎のダクネを出してしまう俺。さあ、これユニットでね、3方向で、全部ワンパンです。ふいっ。オッケー。これ強いよな。待って、さて、俺このデッキいらねえな、あれ。ゴレ俺出したっけ？最初に出したら。この辺にスケとかもね、いろいろ出ておいで。みたいなね。いいよ。いろいろ刺さる。いろいろ刺さる。いや、さてはこのデッキ、ゴレは飾り？いや、来た！ゴレ飾りです、このデッキ。いや、マジか。ゴレいらんかったな。でさ、ボンバー出して、また三角形準備しとけば、ゴブリンバレル囲めるんでね。オッケーオッケーオッケー。あれ、ちなみにザップでもね、消えるよね。いや、いいね。このデッキはまさか、まあ、ゴレ出せたら出していいよ、実は。もちろん出した方が強いですけど、まあ、相手によってはとかね、状況によっては出さずにも勝てるというね、非常に優秀なゴレデッキでございます。いや、これマジチンパンっすよ。さあ、続いて第2位、ゴブドリデッキでございます。もうゴブドリね、めっちゃ強いですね。ゼシンズも本当に暴れてました。で、いろんな形があります。これもう本当に無限に形があるんですよ。まあ、クラロのいいとこですよね。もういろんなパターンがあると。というわけで、まあ、そのうちの一つ、このプリンセス型ですね。僕のプリンの枠を、ポイズンで使ってました。とか、海外の方がポイズン使ってて、そっからプリンに変わったんですけど、まあ、ポイズン型であったり、ゴーストがダークプリンスであったり、まあ、なんならプリン自体がファイボで、なんだなんかがいねえな。ファイボダークプリウッドとか、なんか本当もう無限なね、組み合わせがありますので、そこもマジで好みでいいと思います。
まあ、ですがこの方は多分結構使いやすいね安牌な方おすすめの一つでございますので、よし、まあ、とりあえずやっていきます。さあよろしく。で、まあ、このデッキはね、まあ、一番ボンバーを多く出すと思ってもらえたらいいかな。ボンバーがマジ強いの、防衛でもだし攻めてもマジ活躍するので、まあ、ボンバーとりあえず困ったらこう出してみればいいです。でそのボンバーにドリル組み合わせるなり、まあなんか逆サイドどうにかするなりでいいと思いますね。本当に一番はボンバーで考えてください。ボンバー大事に。おお、端前テスラ。さあこれはクロスか。端前来るってことはホグとかだったらね、テスラやっぱ大事ですから、ここでテスラ置いてくるってことはまあクロスだと思うんですけど、まあそんなことしてくるならじゃあ逆サイ行くよねっていう話で、まあ、逆サイブッパ、もうブッパです。あの本当にブッパです。ゴースト逆サイ行ってますけど、あ待って、あれだ、ドリルがさ、あれっすわ、なんかユニレベ強化期間みたいなあるやつあるじゃないですか、乾燥になるやつ、タワーレベルと同じになるやつですね。あれが切れたので乾燥じゃなくなってんな。乾燥してたはずの俺のドリルがユニレベが11だったね。今ちょっと低かったですね。でこれもね、クロス戦はね、まあ、一番きついんですけど、その気合ですね。マジでテスラとユニットの気合で頑張ってくださいしか言えないですね。クロスに対しての絶対的な価値とかはねないですね。ほんと気合としか言えないな。まあ、あと端前プリンで削るとかかな。そのドリルとか U のゴーストとかって相手がしっかり陸でね受けてくると結局ダメージが通んないんですよ。じゃあどうやってダメージ通すかってなった時に端前プリンしかないんですよね、確定。そう、絶対的にダメージ入るのがこやつなので、いやこれで400近くダメージ入るってもう化け物ですよ、ね、ぶっちゃけ。さあで一応もう本当にね、テスラとユニットでもう気合で頑張るしか言えないですね。さあもうファイスピのね範囲とかもやっぱ強いから、よし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 、いやもう本当気合でね、あと端前プリン打ちたいよねってずっと思いながらね。なんでそれまではもうずっとボンバーゲーですよね。ボンバーマジ強いんだよな、こいついつからこんな強くなったんやっていうね。ああいうテスラも邪魔だったらしっかり U ので走らせます。うん、走って、さあタゲがあっちに行く。これ端前プリンで削っていきます。いやプリンも強いね、こう見るとマジで。いやえぐい、このダメージがえぐい。プリンでしか削ってないもん。逆サイ来そう。いやいいよ、いやマジゴーストユーの体張りすぎ。オッケーオッケー、まあこんな感じでまた端前プリンですよね。もう本当に一生プリンで削って、まあこれファイスピー構えてたらよかったですね。あとはもう守るだけっていう感じかな。さあボンバーとあとテスラ置いてあげたいね。テスラ置いてあげたいけど、まあ、最悪他のユニットだけでもいける。オッケーオッケーオッケー。で端前プリンよこれこれしてるだけなんですけど、まあ、これですね勝ち方は。ドリルは飛ばしてないんですけど、やっぱ飛ばすとね負けるというか、僕のドリルレベル11なので負けやすい、かつあとはねスケウッドとかで完封されちゃうんでちょっと怖いですよね。流れを持っていかれる可能性があるので、まあ、ここはまあ確定30ダメージと、一応防衛クロスされた瞬間なので。で、もう一回ね、ワンチュン来るかもように、ボンバーちょっと高めとかに置いとってね、上げると相手もね、これなかなか延命しにくいからね。ボンバーってだってファイボじゃないと飛ばないから、そうなった時にね、オッケーオッケー。もうマジでボンバーゲー、ボンバーゲー、そして端前プリンが炸裂で対応したので、ドリルも飛ばしてね。あ、端前プリン飛ばしていいけどな。よいしょ。さあ相手はもうこれはね、ああ無理だってなってグッドゲームでございます。こんな感じでクロス戦は多分これが理想かなと思いますね、立ち回り。さあ続きまして第1位、こちらエレジャイでございます。もうねエレジャイですね、まあ、前身世界1位がエレジャイだったっていうのもあるんですけど、もう世界トップでね安定してる人たちはねみんなエレジャイ使ってました。でこのマザーネクロの枠がスケルトンの方もよく使われてましたけど、マザネク型の方が、まあ、空とかにもね、安定して戦えますし、まあ、安牌なのかなというところで、マザネク持ってない方は、ぜひスケルトンでね、試してみてください。もうね、圧倒的1位ですね。最強です、エレジャイ。さあ、よろしく。で、まあ、基本的にはね、
どうだろう、まあこれにも結局ボンバーが入ってるんですけど、まあ、ボンバーが強いやな。で、血エリザイから、形を作るタイプもあれば、ユニットからの端前エリザイのタイプもありますね。まあ、そこはなんか様子見てっていう風な感じで、さあ、ボンバーダクプリ。いや、今んところ一緒ですよ。真面目にミラー説もね、あるっすよね。これもね、エリザイ抜けていいと思うんですね。よいしょ。で、あとは様子見ですね。様子見とか、まあ、できることもないので。さあ、ベビードラキター。これなんかユニット追加してもいい気もするし、しなくてもまあいい気もするよな。最終だからちょっと、ほどほどで。いや、これインドラが、あれ？トルネか。さあさあさあ。もうこれだけででもエリアド取れてますからね、僕。相手は多分遅延スキラなのかな。まあエレジャイの可能性もまだあるね。全く一緒か。どっちかだ。全く一緒か、遅延スキラか。まあ、そんな感じだと思いますね。さあ、マザネク出します。いや、エレジャイかな、一緒っぽいんだけどな。一緒っぽい。いや、違う。ファイボだから遅延スキラですね。ファイボなので。ミラーではなさそう。これ、ボンバーに来てくれねえのか。これ、エレジャイいけると思う？行きたいけどな。滑り込み。んー、よいしょ！いや、いいよ。まあ、降りとね、綺麗に防衛されるかもしれないんですけど、まあ、飛ばすだけ、その、この相手のユニットをね、ここで処理したい。そして。処理できるし、相手にコストも使わせられると。まあ、エレジャイの強みっていうのはこれですよね。カウンターダメージが、まあ、強えから、攻めたのに相手のカウンターが来ないっていうね。さあ、まあ、ややダメージ受けてますね。で、ファイボなので、僕のこのマザーネクロもね、スケルトンなしでね、優秀なもののファイボで処理されてしまうとっていうのがありますが、まあ、ケツかな？キング裏にエレジャイを出して、2周目のエレジャイで攻めるっていう立ち回りをちょっとやっていきたいですね。じゃなきゃ、僕の攻めが通んないですね。さあ、ここはまあ、マザーネクロ出す必要もなさそうだけど、ちょっとダメージが痛そうなので、やや出します。で、インドラが全部守ってくれると。で、ここで今、端前行ってもよかった気もするんですけど、一旦後ろから行きます。で、行って、あと2周目。そしてあとライトニングをね、いい感じに決めてあげたい。そんな感じかな。まあ、エレジャインド組むだけ、相手はインドラにもう泣きたいと思うので、よいしょ、エレジャインド組んで、あれもライト打っていい気がすんな、俺。施設が厄介なので、やっぱ。さあ、ライト打って、2周目とかが回んのかわかんない。あ、相手トルネ縛ったっすよね、今多分。いいよ。もうなんか何もしてないけどね。さあ、防衛ファイブをしたいと思うので、ボンバー当たるか。痛いですね。まあでもこれだけで流れがね、もう神です。そして今、マザーネクロ行きます。相手ファイアフォール作りました。無双タイム行きました。エレジャーインドからの、相手のね、あれにライト打つだけですね。これ豚がダクプリの突進受けてほしいな。オッケー。あー、もうフィーバーですね。マザーネクロも、なんかスケルトンにね、あんま囲まれない位置にいるので、絶対死なないっすよね。で、俺にはライト徹底だけど、コストなければユニット追加でもいいっすね。ユニット追加して、あとは、まあ、もう一周エレジャイはさすがにいらねえ気もするんですけど、あえてそれは無理なんですよね。さあ、まあエレジャイはね、施設がなかなか苦しくなるので、あんな感じで、ね、早めに施設にライトニング打つと、他ユニットだけになるので、ユニットは全部攻めトルネードでまとめてあげれば、みたいな、そんな感じのね、最強でございます。というわけでね、まあ、5位ロイジャイ、4位バルーン、3位ゴレ、2位ドリル、1位エレジャイですね。まあ、これ全て僕のね、個人的な意見ですので、まあ、他のね、人とは多分異なると思うんですけど、よければね、参考にして、皆さんも使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。